皆様大変長らくお待たせいたしました。秋の瀬戸大島祭りすっかりと恒例となりました。地元岡山市若手レーサーによりますバトルレース、まずは第1弾を迎えております。改めまして対戦メンバー、1号艇倉敷松尾光弘、2号艇水島渡辺和正、3号艇玉野の峰重力也、4号艇同じく玉野の斉藤正幸、5号艇総者の白賀優、6号艇鳥取村岡健斗、以上6名の対戦です。ボートレースで最も重要と言われるコース取りですが、最も有利1コースには1号艇白のユニフォーム松尾光弘が構えていきます。2コース黒の勝負服は渡辺和正、センター3コースが3号艇の峰重力也です。そして4コース下げていってダッシュをつけます4号艇斉藤正幸、5コース6号艇村岡健斗、不利なコースいかに攻略してくるか5号艇白賀優は最アウトからです。スタートまで残り15秒、スロースタートが3艇、ダッシュスタートも3艇、スタートまで残り10秒、ファーストバトルレース並びインコースから1番2番3番ダッシュスタート4番6番5番です。スタートしました。2コースと5コース6コースの2号艇6号艇5号艇この3艇コースあと2コースから先に行くのが2号艇の渡辺、2段手フルスロットル、青のユニフォームは斉藤は流れました。切り込んでくるが6号艇5号艇1号艇バック直線コース、ここは先頭に立った黒のユニフォームは2号艇の渡辺和正、2番手を攻めた青のカボックが4号艇の斉藤で一瞬にマークの旋回と向かっていきます。内から突っ込んでくる6号艇の村岡、外をかわすのが4号艇バタついたのが斉藤です。先頭文句なくは2号艇の渡辺、2番手の生が焦点4号艇6号艇並走、インコース来てますよ6号艇の村岡、アウトコースどうしましょう4号艇の斉藤、レースは2周回1コーナー、先頭取る6号艇6号艇の村岡、相当フルスロットルかわしたのが4号艇の斉藤でバックストレートコース、単独の2番手一気に後方を突き出した4号艇の斉藤正幸、上抜体系2番4番となっております。3番手から追いかける6号艇の村岡、後方3艇は1号艇の松尾、5号艇の白髪、最後方が3号艇の峰氏、2周にマークラス直線コース、先頭は2号艇文句なく渡辺和正、2番手振り切ったのが4号艇の斉藤正幸、上の2名、2、4体系でレースは残り1周となっています。このレースは2コースからコースアウト1周1マーク先に攻めました。先頭は2号艇の渡辺和正、そして道中6号艇村岡との2番手争いすり勝ったのが4号艇の斉藤正幸で、上位の体系は2番4番2、4体系でラストコーナーの旋回と向かっていきます。ファーストバトルを制するは先頭黒のカポック2号艇の渡辺、2着にはどうやら青のユニフォーム4号艇斉藤、上位土台系2番4番2、4台系でファーストバトル間もなくゴール、先頭2番の渡辺ゴールイン、2着は4番の斉藤がゴールイン、3着1番松尾ゴールイン、4着6番の村岡ゴールイン、5着5番の白賀、6着3番の峰重ゴールインです。